14年続いた統一戦争はイースタルド全土に戦乱を巻き起こした。動物に憑依することで不思議な力を宿した妖精を人間の臓器に移植する技術が生まれる。妖精を戦争の道具として自在に操る兵士たち、彼らは妖精兵と呼ばれた。統一戦争終結後、行き場を失った彼らはそれぞれの選択をする。ある者は政府に、ある者はマフィアに、ある者は復讐のためテロリストに、それぞれの正義を求めて。これは無秩序な戦後に抗う妖精兵たちの物語。フェアリーゴーム